心配をかけまいと。嘘を言っているわけじゃないな。ならいい。それにしても、お前のおかげで助かった。もしお前が気づけなかったら、大きな被害が出ていただろう。感謝している。ありがとう。今回は完全に俺の油断だ。本当にすまなかった。もう二度とお前たちを危険にさらさない。確実に相手を捕まえてみせる。連中にはたっぷりと礼をくれてやらないとな。言われずとも分かっている。それにこれは復讐ってだけじゃないんだ。今回の失敗は組織全体の評価に関わる。いや、すでにかなり絞られてな。名誉挽回しておかないといろいろまずい。それにやられっぱなしだと他の組織からも舐められる。体のいいカモにされかねない。やられたままでは終わらないことをはっきり示しておく必要がある。いいや、焦ってさらに失敗を重ねたんじゃ目も当てられん。今は慎重を期して動いている。万が一にもこちらの動きを悟られないようにな。よもやお前たちの潜入にまで気づかれているとは思えないが、念のためだ。今はおとなしくしておいてくれ。そういうことだ。少し時間がかかるかもしれないが、そういう事情だから焦らずに連絡を待て。ま、すでに能力で治してもらったかもしれないが、ゆっくり体を休めておけ。次の任務のために体調を整える準備期間とでも考えてくれ。レビーナインにもそう伝えておいてほしい。そっちから何か報告は？なんだよその反応、余計に気になるじゃないか。本当だな。わかった。何かあればすぐに連絡を。じゃあな。うん、わかった。ところで、サトル君、さっきお父さんに言おうとしたことって、私たちのこと？やっぱり言わない方がいいのかな。っていう建前だよね。息子と娘が恋人になってキスまでしてるって言ったらどんな反応をするか。世間体もあるもんね。そうだね。まず私たちが落ち着くのが優先だよね。恋人、恋人。昨日のキスも好きって言ってくれたのも全部夢じゃないんだよね。夢じゃないんだ。はい。漫画とかでベタなのはやっぱり登下校を一緒にするとか、お互いの部屋に遊びに行ったり、お弁当を作ったりとか。そうなんだよね。恋人ならではってなると、あとはやっぱりキス。そうなんだよね。あと、あるとすれば。
うん。何かを参考にするんじゃなく、私たちは私たちのペースで恋人になるのがいいのかも。改めてこれからよろしくお願いします。じゃあ早速だけど、妹はイチャイチャを要求いたします。おはようのキスしたいな。お兄ちゃん、朝のキスはこれでおしまい。物足りなそうな顔してる。だからだよ、朝からあんなドロドロになっちゃうキスしたら、いろいろと大変なことになっちゃうもん。朝のキスはこれだけでいいの。サトル、おはよう。ああ、ニュースだよ。ほら。深夜1時ごろ、鷲津市の倉庫街で爆発が起きました。通報を受けた消防により、すぐに火は消し止められました。化学薬品や爆発物のようなものを取り扱う倉庫ではないことから、警察では事故と事件の両方の可能性があるとして捜査しています。また、他の倉庫の保管物には異常は見当たりませんでした。この爆発した倉庫って結構近くなんだよ。爆発物がないから、ネットでは能力を使った犯行じゃないかっていう意見も流れてる。僕もそう思うけどね。そうだね。ああ、もう時間ですね。では、ここまで。失礼します。ああ、七海くんじゃないか。有原くんに用事か？はい、ちょっと。少し待ってくれ。おーい、有原くん！あ、サトルくん。来たよ。今日は兄弟水いらずでお昼ご飯？はいよ。ううん、私が勝手に迎えに来ただけだから。あの二人ってあんなに仲良かったっけ？あや、最初から仲はいいと思ってたけどさ、すっ
少し雰囲気が違うように思わなくもないような、やっぱり気のせいのような。違いますよ、全然違います。うっ、びっくりした。こんなところで何をしてるんだ千咲くん。七海ちゃんをつけてました。つけてたって、なんでそんなに。だって七海ちゃんってば。ななみちゃん、どうしたの？え、何が？いや、口元ゆるゆるだからよだれ垂れてる。うわ、本当だ。恥ずかしい。何があったの？別に何もないよ。全然何もないから、ちょっと気を抜いちゃっただけ。もっとしっかりしないとね。気をつけるよ。キリ。あ、またよだれ。午前中ずーっとこんな調子だったから気になって。午前中ずっとですか。変と言っても、ななみちゃん自身は嬉しそうなので、不安を抱いてるわけじゃないんですけど。別の意味で不安になるな。さっきの雰囲気も含めると、家族のことで何かあったのかな。おや？みんなこんなところで首をかしげてどうしたんだい？しきべ先輩。何か問題でも？いえ、問題というわけではないんですが。美味しかったね。ほんと、この学院の寮のご飯は侮れないよ。ちなみになんだけど、サトルくんは寮のご飯と私のご飯、どっちが美味しいと思ってる？2パターンあるんだ。じゃあ、建前から。相変わらず適当。本音の方は？まあ、そうだね。私も同じこと思うかな。もう、本当にしずくんなんだから。何？私の顔に何かついてる？もしかして食べかす？そこはちゃんと忠告してよ、恥ずかしいから。ねえ、どこ？どこ？そっか、ならいいんだけど、びっくりさせないでよ。あ、サトルくん、後で部屋にお邪魔してもいいかな？勉強を教えてほしいんだけど。ありがとう。じゃあまた後で。午後の授業もしっかり受けなきゃダメだからね。なるほど。会話の内容は大差ないけど、雰囲気が全然違ってるね。でもまあ、心配の必要はなさそうですね。あれだけ嬉しそうに話してたらね。ななみちゃんなんて、一人でいる間もずっとにやけ顔ですよ。有原くんとななみくんの間に、
一体何があったのか。みんなが首をかしげてる理由は分かった。でもこれってそんなに悩むようなことなの？四季部先輩は二人の身に何が起きたのか分かるんですか？いやまあ見てれば大体は。今までにもああいう雰囲気を出す子たちを散々見てきたから。私ぐらい学生やってるとね、結構見るんだよねああいうの。そうなんですか？お姉さんもたまにはときめきが欲しいよ。四季部先輩もやはりそう思いますか？他にないと思うけど。あれ、千崎くんも分かっているのか？でも二人って兄弟ですよ。だからこそ隠してるんじゃないですか？あれ、もしかして分かっていないのは私だけなのか？隠してるってあれで、あくまで本人たちの感覚では。まあ変な噂が立つかもしれませんからね。私は気にしませんけど。僕も別に。むしろあの二人なら、あーやっぱりって感じかも。本人たちが分かった上でそうなったなら、私たちが口を出すことではないと思います。お姉さんも同感。別にごちゃごちゃ言うつもりはないけれど、でもあれで隠しているつもりなら苦言を呈しておいた方がいいかも。一体どういうことなんだ。来たよ、お兄ちゃん。わからないところがあるから教えてほしいな。でもこの学院に来てからは勉強も頑張ってるんでしょ？なら大丈夫だよ。そんなわけでよろしくお願いします。数学でちょっと悩んでることがあってね。ほらこれ。ほら、ここ。二次関数。この二つの放物線の頂点が一致するときの A、B の値を求めよ。っていうのを教えてほしいの。書かれてある式を利用すればいいんだよ。この式を地上の形に戻せば x の値と y の値、頂点を求めることができるでしょ。あとはさっきサトルくんが出した頂点と組み合わせるだけ。そしたら x イコール a、 y イコール2分の 1a 地上マイナス 2b ってなるよね。よくできました。はぁ、兄が本当に平均点を取れてるのか、妹は心配です。はぁ、えへ。サトルくんがあまりに不甲斐ないからバレちゃった。嘘だなんて人聞きの悪い。二人きりになるための口実だよ。これなら私がサトルくんの部屋に出入りしても周りからは不自然に思われないでしょ。でもこの調子だとお兄ちゃんに教わってるって口実は無理そうだね。
消灯時間を過ぎてから忍び込んだりしなくても二人で過ごせると思ったのにな。私もそう考えてたんだけど、兄が留年するんじゃないかって妹としては大変心配だよ。なので今からテストします。私が問題を出すからサトルくんは解いて。もちろん特別補習、私がみっちり見てあげる。その時は、そうだね、ご褒美をあげる。お兄ちゃんが望むこと何でも、具体的にはキスとか、その他もありやなしや。うわ、すごいやる気だよこの人。なんだかとてつもないことを希望されそうで怖いな。ちなみにサトルくんは一体どんなご褒美を要求するつもり？そっか、ハグか。嫌なわけじゃないよ、いいよ。ちゃんと正解したらハグしてあげる。はい、じゃあこの問題からね。ハグが嫌なわけじゃない、でも物足りないって思うのは、私の性欲が強すぎるのかな。私はもっとエッチなことでも、お兄ちゃんとならいいのに。むしろしたいって。なんでもない。ちょっと考え事してただけ。じゃあ、見せてもらうから。間違ってるよ、サトルくん。これじゃあ赤点だよ。バカはこっちのセリフ。これも基本的な問題なんだけどな。本当に心配になってきた。せっかくご褒美っていう前振りまでしたっていうのに。なんでもない。にしても冗談半分のつもりだったのに、この分だと冗談じゃ済まないかも。同じクラスにならないためにもしっかり勉強した方がいいよ。謝らなくていいから、サトルくんは復習をちゃんとすること。いい？